はい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 、ちゃまでございます。皆さんからご要望の多いムービング白い矢印どうやって出すんですかってよくコメント来るけど、あれはムービング、オフェンスの時はチームメイトムービング、そしてね、ディフェンスの時はカーソルチェンジの役割になります。操作方法としては L1 を押しながら右スティックで方向をして、そんな感じですね。とりあえずキックオフと、オフェンスでいうチームメイトムービング、そして、ディフェンスの時はカーソルチェンジの役割になる白い矢印のやり方ですね。一応システム設定じゃない、どっちだっけな、ゲームのサイド設定で、ここで四角ボタンを押すとこの画面になるね。このパーソナルデータ編集の画面で、ターゲットガイドをオンにするとこの白い矢印が目で見えるようになります。でチームメイトスイッチ、チームメイトムービング、マニュアルカーソルチェンジの操作時に対象となる選手を確認できるガイドが表示されますということで、これをオンにすると見えるようになります。でまあそれを使えば裏ケアも簡単ということで、チームメイトムービング白い矢印と、あとは、裏ケア教えれたらいいなと思います。とりあえずこれね、例えばチャマくんがよくやるのはキックオフと同時に一番奥の選手をこれで弾らせる。でここでディフェンスに抜かれちゃったけど、こうスパキャン取れないと、まあ、こんな感じで走らせれると。でこうね L1 で普通にいいんだけどカーソルチェンジ行かないと、時々ねその選手じゃなくて他の選手動かしたらいいなっていう時は L1 をしながら、これそしたらジェロン・ボアテンがこうやって裏ケア、あパス出なくてよかったね、それで L1 でまた戻すと、で L1 で戻してダンテ、でこれも L1 でジェローム・ボアテング、はいはい、でファンベルだと守りたいとか危ない、あそこ危ないんじゃないかっていうのを察知してなんとかね守っていきます。でここでチャンスだと思って奥、これで走らせてゲッツ、パスが、まあ、出ませんでしたけども、そんな感じで走らせると、こうやってまた L1 でダンチ、これは、L1 と右スティック、L1 と右スティックでジェローム・ボアテング、で、あ、やばいやばい、団地で詰めといてクロス上げられるかもしれないと思って中に、あ、変わんなかったけども中に変えたりとか、そういうやり方もありますね。クロスが上げられた時に、中の選手にカーソルが合ってて事前に察知できて前にね相手のヘディングをするぞと、ターゲットになってる選手のヘディングを邪魔できたら一番楽ですから、でここ走らせて、はい、一番奥走らせた、あ、レバーに行っちゃった。まあこういうねフェイント使っていきますね。最大で、ワンツーだったり、パスアンドゴーで1人走らせる。で、2人走らせる。で、ここで、こんな感じで、オフサイドかな？できますから。ではね、ディフェンスラインをぐちゃぐちゃにさせましょう。ワンツーで1人走らせる。で、その反対側の選手を L1 で走らせる。で、最終的にまた。で、そこでどっちも出せなかった場合は、その、はい、まずは、どうしようかな、レバーでいいか、ワンツーでレバー走らせる、でいいタイミングでこっちで無理だなと思ったらレバーにもう一回出すとか、いろいろ選択肢は広がっていきますね。これが、オフェンスでいうチームメイトムービング、そして、ディフェンスの時はカーソルチェンジの役割になる白い矢印のやり方ですね。で一応システム設定じゃない、どっちだっけな、ゲームのサイド設定でここで四角ボタンを押すとこの画面になるね。このパーソナルデータ編集の画面で、ターゲットガイドをオンにするとこの白い矢印が目で見えるようになります。でチームメイトスイッチ、チームメイトムービング、マニュアルカーソルチェンジの操作時に対象となる選手を確認できるガイドが表示されますということで、これをオンにすると見えるようになります。で、この一番下のチームメイトムービング。チャマ君はめんどくさいからストレートにしてるけど、マニュアルにするとどうなるか。これじゃなくて、めんどくさいからディフェンス1人にします。するとマニュアルだと、今までだったらこう L1 と指定したらすぐ走ってたね、こうやってこいつファンベルの後に指定してますね、こうやって。でもマニュアルにすると指定した後に走る方向まで変えれる。2回 L1 スティック L1 を押しながらファンベルの後の方向に矢印倒して後ろに下がれ、そしたらおっとこんな感じで前に行けないときはパスもらいに来る動きで、これもね右スティック倒してる間ずっと動きます。
こういう感じで、こういう感じでずっと動かせます。だからファンベルナートでやばいやばい、これどうすればいいんだ、これどうすればいいんだ、ディフェンスが前出せないよって時は、あ、後ろ走ってくれ、そうだそうだ、いいタイミングだ、ここで出せるみたいなね、こんな感じでマニュアルするけど、こんなね余裕がないんですよ。強い人とやった時は、強い人とやった時はこの余裕ないから、チャマ君はストレートにしてるけど、マニュアルにするともうこんな感じで、こういう感じ、ここやばいやばい、ここここここあやばいやばい、ここ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 、まあ実際ね、実質ボール持ってる選手ともう一人だけ自由に動かせるようになるんだけど、これは本当に難しい、余裕がないからこんなことやってる。だから俺はストレートでいいかなと思いますけど、マニュアルもこういう風にやれますと。で、まあそんな感じで L1 と右スティックで白い矢印をどんどん出していってください。で、あとはディフェンスかな、ディフェンスで裏ケアやりながらカーソルチェンジのタイミングね、これはねもうケースバイケースだから難しいんだけど、チャマ君が一番心がけてるのは、こうあんまり 真ん中行かせないよと。サイドだったら行かしていい、サイドだったら行かしていい、でここはクロス、ここでボール取っちゃおうか、まあ、対人だからね、その人の癖もあるから本当にね、これは絶対にこうすれば間違いないというものはないんだけども、まずは、真ん中行かせない、まあ、そのぐらいの意識でね。であとはこう一人四角プレスも使えます、チャマ君は。でこうで例えば手話で取りたいやつ、ボール持っちゃ近づいていって四角に変えるみたいな、四角に近づいていって L1 と四角、 L1 と四角を同時に押すと、このファンベルナートね、今ファンベルナートを操作してる、あ取っちゃった、操作してて近づいていくやつが足出しそうだなっていうところで L1 外して四角で、その間にレバンドスキは 裏ケアみたいな、わかるかな。ちょっと難しいね、これは難しいんだけど、カーソルチェンジのタイミングは。これがこういくね、はい、レバー近づけて L1 と四角で、その間にタイミングで L1 と四角、 L1 と四角でね、近づいていって1対1の形になったら次の選手に変える、 L1 と四角で、なんとかチャマクが守りきってますね。まあ、こんなもんなんだけどね。で状況によっていろいろあるから、でレバンドスキー L1 四角でパスどこかな、 あんまり上がってなかったね、 L1 四角、はい、ゲッツェで取れそうな時はもうこれで取っちゃうとかね、でこう L1 四角、2人で行くよと、基本的には2人で行きたい、基本的には2人で行きたいから、結構チャマ君四角はねずっと押してる感じです。はい、でおっとっとっと、危ない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 、あやばい、ここやばいぞと。これが L1 四角、 L1 四角、 L1 四角、そんな感じでね、うまいこといきませんけども、はい、ここここケアしとくと、あ取れない、危ない、 OK、 はい、でレバンドフスキでいきます、上がってこないな、みんなでこう行ってて L1 四角 OK 取ったね、これ結構近くまで寄せると取ってくれるんだよ勝手に、四角ボタン押しとけば。L1 四角、ほら足出すでしょ、でもう一人これで L1 四角で、ここはスパキャンで前に出て取る、はい、これがカーソルチェンジかな。まあできるだけ数的有利を作るっていうのをチャマ君目的にしてます。まあそんな感じでね、裏ケアも裏ケアとカーソルチェンジ、これはね本当にあの一言で言ってこれっていうのがないから、もう経験を積むしかないんだけど、覚えておいてほしいのは、カーソルが動いてない選手でも近づいたら足出してくれたりすると、あこれやばい、これすら届かないで、こう相手がやりたいことをどんどん防いでいくっていうのが目的だね。でラーム、あこっちのパス、ここコース、そしたら上来るから、上来る、あ、やばいやばい、そこ、ここ、あ、ファール相手がやりたいことを防ぐ、何をやりたいかなっていうのを考えるんだよ、何をやりたいかな、あ、ここだと危ないよね、ボアテング、レバンドフスキ来てる、下かなって、上に行っといて下、ここで寄せていく、下中かな、ここ
届かないけどちょっとずつ相手を追い詰めていく。で真ん中だろうなと思ったで行ったらダメだからシャビアロンソすぐについていく。でこれ外だな外だなと思った。あ中だった、あやっぱ外だったと。でここラーマを L1 でムーあのカーソルチェンジして裏ケアしてたから防げましたよと。ちょっとずつ追い詰めていく。もう1対1で必ず取るっていう気持ちも大事だけど、そればっかり狙ったらもうどんどん剥がされてディフェンスがいなくなっちゃうから。でここあ誰が取る誰が取る、相手ボールかよ。取ってよコンピューターの、いや何してんの。はい、レバーがこれはどういう状況、中行かせない中行かせない、で中行かせないよ中行かせないよと。こっちかなって言っといて、どん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 やることなくなっていく。そうそうそう、やることになっていくと相手が考え出すからテンポでできなくなるから結構ボールが取りやすい。これやばいこれやばいこれやばいぞ、裏ケアしてラフィーナで裏ケア OK、 だから防げましたと。危ない危ない。で裏ケアばっかりしてるとコンカとかミドル打たれちゃうから、そういう時は四角で詰めとく。四角でもう一人詰めとけばなかなかシュートも打たせない。で罰はねほんとあんまり使わない、絶対取れるっていう時だけ罰2回。はい、ここかな、なんか行かせないよと。危ない危ない危ない、ラームがここで、はい、そんな感じでディフェンス。なかなかねコツっていう一言でこれがやっとけば正解だよっていうのがないから難しいけど、練習していくとある程度考えながらやるとちょっとずつ自分がうまいこと下手なことで、みんながこれやってくるなっていうね、あこれが入りやすいからここは防ごうとか、一つずつこうなんかね対策とか分かってくるんで、ぜひぜひやってみてください。今日はこんな感じで、さようなら。パー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。